はい、ピンの G30、うん、中古クラブシダです。5個前6個前ぐらいです。値段が下がんないから古いのかよくわかんなくて、ね、G25 はカチャカチャあるよね。うん、その前がないの。うん、でもこれ一回買ったことあるよね。もう僕が始めたてぐらいの時。あ、一回買ったかも。短い期間だったかもしれない。これにほらバイオメトリックス入れてさ、うんうん、バワードソンのピンクのあれヘッドもさピンクがあるんで、ね、うんうん、さすがにピンクは買えなかったけど、まあ、あいつは LST か。見た目はなんかすごいことになってる今のやつと比べたらやっぱこれ G25 とかよりだね。うんうん、そうね、 G から変わるね。だとしたら、うん、ちょっとフフフフ、高い右ストレート、うん、飛んでなさそう。でもまっすぐだよまっすぐだな。うん、おう、へえ。でもこの頃のさ、あのピンツアーのやつって結構硬いでしょ。あ、そうかも。まだ、うん、見栄を張れない。280ぐらいありそうな時でしょ、うん、値段がどんぐらい。4万ぐらい。まだどうかな。 G30 で G30 ぐらいまで安かったかな。でも曲がんないね。うん。これがいいわ。あの曲がんないだったら。うん。すごい、でも三角形だね。うん。車輪で。で後ろ下がってね。ここのこの。うん。なんだろうね。強調されてるよね。そう、フェース面がバチッとこの面の見え方が。まだね、この頃皆さんね、ピンのドライバーに違和感感じてる人多かったと思う。あ、でも全体としてはオープンはオープンか。うん。でもここがもう綺麗すぎるぐらいまっすぐだから、ね、そうだね。上から見た時が。それをまっすぐで合わせた時は、いい感じだ。うん。マジで曲がんないぞ。右の20ヤードから、ぐらいのところに全部ある感じ。おちょっと振りに行ったけど、それでも曲がんない。うん、やっぱスピンがちょっと入るのと打ち出しが高いのとで曲がる要素が、荒っぽい要素がないから。あと上で打てたらロースピンだよ。まあね、まだちょっとは。うん、打球根がそこら辺につく人いいんじゃない。うん、でもあれ打ち出しが16度とか17度のロースピン2000回転ぐらいだよ。うん、うん、左ストレートよっ、いいじゃん。うん、独特のなんだろう、この振動のある、うん、ダカンダオン、ちょっと余韻があるよね。そう、これ今のやつでもその雰囲気まだ残ってる気がする。うん、僕はこれ好きです。ピンが好きな人この酔いも含めて好きなんじゃないの。バインってくる、バインってね、うん、その振動が強すぎたのが G425 でしょ。あれ音がもうふざけてたから。おお、なんかちょっと違うな、ヘッドの違う、ちょっと軽く感じる。僕重心がね、 G はちょっと、こっちの方がより高いと思うよ。ピンの球よ。飛んでな。飛んでな。カスカスだね。2倍だけだよ最初の。行ってみたら、うん、みんなに負けてるやつ。
うん、いいね。これちょっと捕まえようとした方がいいのかな。いや、もう何もしない方がいいんだと思う。曲がんないのを。うん、そう、それでいいんだと思う。ちょっと降って。ちょっとでもそれ上がりすぎるのはさ、ダイナミックロフトも寝てるから、初速逃げてるよね。よし、ちょっと。あ、曲がんないだけだわ。お、一球いいの。あれれれれれ。あ、ミスにも強いってことだね。ヒール。ひどいよね。あれ、フェアウェイ真ん中だよ。230ヤード。ああ、だ、もうやめとこうか。はい、ということで、多分だけど、うん、早くは振りにくいのよ、ヘッド形状的にも、うん。で、重いだろうし、ヘッドも、総重量的にも、うん、まあ、普段のやつと比べるとね、まあ、初速も落ちますよ、そりゃ。まあ、前のモデル、かつ、交換性モーメントのやつってね、初速にはあんまり、いい方向には働かないんで、うん、打ち出し高いスピンも、ちょっと多め。イコールね、飛ばないと。でも、曲がりづらさで言うと、量の方はかなり曲がんないんで。うん。友の方も曲がらないっていうか、飛んでないの方が勝っちゃうっていうね。うん、もうこいつに委ねた方がいいね。うん、そう。これがやっぱじゃピンのそのバインっていう振動する打感の、まあ、一番最初の雰囲気するけどね、うんうんうん、G25 もまあ若干あるかもしれないけど、うん、これがやっぱね若干この空洞感がうんうん、うん、中のスカスカ感、うん、共鳴するんだろうね。そう、なんかボールにちょっと厚みが感じられない、うんうん、圧が感じられないのはあるけど、あ、でも捕まりがいいとは言えないね、うん、だから初心者の人が買うんだったら LS もダメだし、それもダメだし、 SF はいいけど、SF もっと飛ばないから、まあ、弾が捕まり出した人とかいいんじゃない？うん、曲げたくない、うん、とにはいいですね。はい、って感じです。はい、はい、以上。